ナミさん、こんにちは。今回も体のステーキングのね、報酬画面を送っていただきましてありがとうございました。今回で487エーダ付与されたということだったですかね。だいたい500エーダになりましたけども、現在の体のエーダの価格もね、なんかちょっと上がってきたみたいで162を回復しましたね。162エーダがあって、かつ487ということは8万円弱が報酬として付与されたということになります。8万円弱というと、そうですね、200万円を年利 4% で預けていていただけるような、まあ、年間の報酬額ってことになるかなと思いますので、かなり大きいと思いますけども、これによってこの体のステーキングによってね、ますます、体のっていうのが透明性を帯びて安全性が担保されたということを考えると、もうあっちもこっちもいいことだらけだなと思います。分散型金融のディファイっていうのを私ね、メタマスクを中心としてパンケーキスワップとかね、紹介しかけたところはあったんですけども、現在そちらの方はちょっとね、崩れているというか、まずいことが起きているみたいで、中にはね、もうなんか何億分の1ぐらいに価値が落ちちゃった、そんなものもあったりとか、暗号通貨で最近出てきたものの概念っていうのはまあひどいですね。なんかインチキ、ほんとインチキばっかりで、なんか力のあるインフルエンサーさんも煽るだけ煽ってね、大金せしめて多くの方を大損害の渦に叩き落として、自分だけね、安全安心に退場したという、そんなひどいこともありますよね。いや、私もね、インフルエンサーさんの動画たまに見ることがあったんで、結構ね、ショックですね。まあそんなことだろうと思ってた、それが当たってショックだったですね。たまには誠実に正直な人が出てきてほしいもんですけども、なかなか。ということで、ナミさんの動画今回もしっかりと拝見しました。これからもね、等身大の姿、そして煽りにならないぐらいの皆様へのおすすめ、こういったものが継続できていければいいなと私も思いますし、ナミさんの方もね、これまで通り動画の更新をしっかりとしていただくと私も非常にありがたいなと思います。ただインターネットのね、通信環境が不利だということで前々から聞いてますんで、そこはね、なんかいい方法ないんですかね。ということでね、まあ頑張っていきましょう、乗り越えていきましょう。ビットコイン400万円台回復はいつかなと、7月中に500万円に乗っかっていただければいいんじゃないかなと思いますけどもね。で、イーサリアムは今月中にちょっと送金手数料が軽くなるということなんで、私期待してますけども、その期待を反映するようにぐいぐいとまた値を戻してますね。めでたしめでたし。ということで、今後もよろしくお願いします。